若くなりたいかー、おー、赤ちゃんの肌になりたいかー、おー。 Hello everyone, ダージャーハオ、皆さんこんにちは、ひときです。最近ドラマの女優やアイドルの肌を見て、なんでこんなに綺麗なのって思いませんか？いや、今の時代一般の女性もすごく綺麗で、最近は男性も美容に興味がありますよね。結構多くの人が化粧以外にもエステ行ったりサプリメントを飲んだりしていて、肌がすごく綺麗ですよね。僕も昔の肌に戻りたい。日本や韓国では結構前から有名な美容方法としてコラーゲンを食べることが言われているんですが、それは知っていますか？もうスーパー行ったら絶対一つはコラーゲン食品を見つけます。例えばコラーゲン鍋、フカヒレスープ、今ではグミとかお菓子にもコラーゲンが入っています。今日は本当にコラーゲンを食べて肌に意味があるのかについて話していきたいと思います。その説明に使うオノマトペを紹介します。ではどうぞ。ピチピチ、ピチピチ、ピチピチは生き生きとしていて弾けそうな様子を表しています。もう一番わかりやすいのは赤ちゃんの肌だと思います。赤ちゃんは肌に水分が保たれていてすごく生き生きとしていますよね。しかも今にも弾けそうじゃないですか。ああいう生き生きとした弾けそうな肌を持っている人がいたら、肌がピチピチだねという言い方ができます。まあ、赤ちゃんじゃなくても、例えば温泉に行った時に温泉から出ると、あれ？なんか肌がピチピチになったように感じるっていうことはありませんか？あとは僕一回アロママッサージみたいなの行ったことあるんですけど、何かオイルを使ってこういう風に肌をマッサージしてもらうと、その後すごい肌がピチピチになって若くなったような感じがしました。やっぱり若い人はこういう生き生きとしたエネルギーがあって、もう弾けそうな感じなので、例えばピチピチの肌というイメージからピチピチの女子高生という言い方もできます。若い男性には使わないで、若い女性にだけピチピチの女子高生とかピチピチの女性という使い方ができます。これは若くてそしてエネルギーがあってなんか生き生きしているということを言いたい時にこのピチピチの女性という使い方をします。でも最初のイメージは肌がピチピチのあのイメージなので、それを覚えておいてください。さっきの肌がピチピチのイメージからこの服すごいピチピチという言い方もできます。多分日常生活で使うピチピチは今言った3つだと思います。服がピチピチっていうのは難しい。こういう風にズボンがきつくて俺の足がこのズボンを破いて出てきそうな感じ、その感じがピチピチです。あと小さいサイズのジーンズを履く時も、履いた後に足の形がすごい出てきつそうな時はすごい弾けそうな生き生きとしている状態なので、すごいピチピチだねという言い方ができます。少し注意してほしいのは、ピチピチは弾力があるもの、押したら少し返ってくるものなので、いちごがピチピチという言い方はあまりしません。いちごは確かに水がたくさん入っているのでみずみずしいとかいう言い方はできるんですけど、ピチピチはみずみずしくて押したら返ってくる感じ、ちょっと肌みたいにこうなんか生きている感じのものにピチピチを使うことが多いです。まあ、肌とかさっきの僕の足とかを思い出してくれれば OK だと思います。日本や韓国では肌がピチピチになる食べ物、それはコラーゲンだというふうに言われています。なぜかというと、肌がピチピチなのは特に大切なのはコラーゲンと言われているからです。でもこのコラーゲンって子供の時はたくさんあるんですけど、年を取っていくとだんだんコラーゲンが少なくなってきます。そうするとだんだん肌がピチピチじゃなくなっていきます。じゃあ肌のコラーゲンが少なくなっていくなら、コラーゲンをたくさん食べればいいんじゃないのっていうのが、最近のコラーゲン鍋とかコラーゲングミがある理由です。先に答えを言うと、ちょっと前までは意味ないねって言われてたんですけど、最近では意味あるよというふうに言われています。じゃあなんで最初意味ないのって言われていたかというと、簡単に言うと髪の毛を食べても髪の毛にならないということです。ですのでコラーゲンを食べても肌のコラーゲンにはならないんじゃないのというふうに言われていました。あとは実はコラーゲンって29種類とかいろんな種類があるし、しかも肌以外にも髪の毛とか血管とか
軟骨とかにも使われています。ですので仮にコラーゲンになってもいろいろなところに使われているから肌にはほとんど意味ないよというふうにも言われていました。なんでコラーゲンを食べてもそのままコラーゲンにならないかというと、コラーゲンってタンパク質の一つなんですけど、タンパク質はアミノ酸からできています。まあ、アミノ酸は機械の部品みたいなもので、その部品を使って携帯とかコンピューターとかパソコンとか作りますよね。いろいろなアミノ酸を使っていろいろなタンパク質を作ります。でも僕たちはコラーゲンとかタンパク質を食べると体の中でアミノ酸に分解されます。ですのでコラーゲンからできたアミノ酸は他のパーツになっていくので、そのままコラーゲンになるわけではありません。僕も筋肉食べて筋肉ができるんだったら筋トレしないし、髪食べて髪の毛が生えてくるなら将来の心配はしません。はしません。だからコラーゲン食べても意味ないよって言われてたんですけど、最近はコラーゲンを食べても全部アミノ酸になるんじゃなくて、少しパーツがくっついている状態、アミノ酸が少しくっついたペプチドと呼ばれる状態になるものがあると言われています。アミノ酸みたいに完全なパーツになってしまったらもうあまり意味ないんですけど、パーツがくっついているとそれは意味があるので、そのコラーゲンペプチドって言われるものが他の細胞にコラーゲン作るぞっていう役割、応援する役割があることが分かってきています。だからコラーゲンペプチドはもう自分はパーツじゃなくて応援するポジションになったみたいです。いや、お前もほぼパーツだろって言いたくなりますよね。コラーゲンペプチドに興味がある人はいくつか論文を下に貼っておきます。そういう風に最近ではコラーゲン食べても意味あるよって言われてきたんですけど、じゃあどのくらい食べればいいのとかそういうのはわからないので、コラーゲングミを食べたから肌が良くなるかどうかはちょっとわからないです。ここからは僕の意見ですけど、肌がピチピチになりたくてコラーゲンを食べている人がいたらやめる必要はないと思います。もちろん食べ過ぎは良くないですけど、やっぱり調べるとなんか意味はありそうだし、あとプラシーボ効果もあって、信じていたら本当に効果が出てくると思います。まあ、普通に考えて本当は効果がなくても肌がいいと思って食べていたらすごい幸せホルモンが出たり、ストレスが減って結果的に肌が綺麗になると思います。あとそういう人はじゃあ他にもやってみようかな、ちょっと運動もしてみようかなと言って結果的に肌がピチピチになる方向へ動くので、コラーゲンを食べることが直接意味はないのかもしれないですけど、間接的には絶対意味があると思うので続けてもいいと思います。少なくとも美容に興味を持っている皆さんは将来肌が綺麗になるグループにいるので安心してください。皆さんありがとうございました。実は先週福島県に行ってお城見てきたんだ。Patreon 入ってる人は動画作ったから知ってると思うけど、僕が行った鶴ヶ城ってすごく大きくて綺麗なので、僕のお父さん歴史がすごい好きで、特に鶴ヶ城が好きで、僕も小さい頃よくお父さんに連れて行かれたの。その時昔買ってもらった木でできた小さい刀がすごい思い出。まあ男の子だし小さかったから、そういう刀とかすごい好きで、もう買ってもらったらすぐ近くの木をハッて切ろうとしたんだよ。そしたら木のせいでちょっと刀の一部分が緑になっちゃって、ちょっと汚くなっちゃったの。もうそれがすごいショックで、買ってもらってかっこいい、汚い。今でも鶴ヶ城に行くとそのことを思い出す。今日どうしよっかな。今日これからカフェ行って本でも読もっかな。じゃあまたね。